西谷さんとは以前勤めておりましたバーのマスターの知り合いのお店で西谷さんがお勤めになられてらっしゃったんで、そこで初めて西谷さんとお会いしました。吉川さんの印象はまずは仏ですね。仏です。私がバリスタ始めた、2003年2004年当時私まだ23歳の頃だったんですけども、その時通わせていただいてたバーのメインの方がいて、その方のサブというかそこにいつもいらっしゃったんですけども、西谷さん見てますよみたいな バーレガシーさんとコーヒーハウス西谷の共通点、絶対的な共通点はやっぱカウンターです。カウンターと対面接客という、お客様と対面してお仕事をさせていただく、同じ時間を共有するということだと思います。開業前によくバーに通わせていただいたんですけれども、その意図というのは一杯のお酒ないしカクテルを作るまでのプロセスというか、なぜこのお酒を頼んだのか、なぜこのお酒をバーテンダーさんが提供したかったのかっていうプロセスを汲み取るのがすごく好きだったので、とにかくもうバーに通ったというのはもう勉強です。自分がバーを楽しむためではなくて、バーテンダーさんからは本当に多くのことを学ばさせてもらいました。コーヒー1杯カクテル1杯すぐにもう反応の返ってくる仕事なんでですね、それを裏を返せば本当にちょっとこう怖い仕事でもあると思うんですが、そこはやっぱりプロフェッショナルな仕事として臨機応変にお客様に合わせた味を本当に少しながらチューニングさせて、そして提供していくという意味では本当にプロの技術技も本当にいろいろ求められるものだと思っております。おこがましいですけども、本当はね、その慣れ慣れしくしてはいけないんですけども、私の方がなんかもうめちゃくちゃ優しくて、とにかく甘えさせてくれるんでこれからもずっと甘えさせていただけたらなと思いますお互い年も同世代っていうこともあるのでですね、もちろん仕事もピシッとやる方なんですが、体があってこそなんで、お互い健康に気をつけて頑張りましょう。今日はありがとうございました。